の天命というものを教えてやる。さあかかってこい。ジラ、下がっててくれ。クライム、でも心配ない、頼む。しまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ。ミュートス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざる者へと変貌していくのだ。召喚獣と。
それほどに神の力とは兄弟。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された家。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ、今のお前は自我に飲まれただ喰らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何。神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それは役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ。走り抜けましょう。ジル、行けるのか。長くは持たないけどね。